すいませんでしたね、うん、サポーターの皆さん、ほんまに。まあ、いろいろ、まあ、大型補強と言われる補強をして、で、期待値が高かった分、まあ、選手もプレッシャーがありながら、こう、監督交代もありながら、チーム全員で戦ってきたんですけど、なかなかこう、まあ、自分含めて、ベテランというか、たちがもう少しこう、引っ張っていけたら、試合に出る出ない関係なく、もっとそういう波に乗れるチームっていうのは、やっぱそういう出てない人、出てる人、両方がこう、いい状態にあるチームだったと思うので、そこをこう、できなかったっていうのは、本当に、まあ、申し訳ないというか、もうこう結構期待されてた分失望させてしまったなっていうところがあるんで、まあそこは本当に申し訳なかったんですけど、まあ1年岐阜で、あのスタジアムで皆さんの前で試合ができたっていうのは本当に自分の人生の中でもかけがえのない経験になりましたし、声出し応援とかもすごかったし、ほんで負けた後のヤジもすごかったし、それも含めていい思い出やし、もっとその応援をパワーに変えて、結果が出たらよかったんですけど、まあなかなか、その結果がついてこなかったし出せなかったっていうのは申し訳ないなって思います。でも、岐阜は続いていくし、また来年は若い選手もいっぱい入って、監督も変わり、全く新しいチームになると思いますので、僕も期待してますし、サポーターの皆さんも、来年こそ J2 昇格できるように、陰ながらというか、まあ、対戦相手になっていたいなと思いながら自分もこの経験を糧に頑張っていこうと思います。1年間応援ありがとうございました。岡ちゃんから行こうか。はい、行きます。じゃ行きますか。真面目な感じで、真面目な感じで言いましょうか。メガネかけた方がいいですね、真面目な感じで。はい、岡村選手お疲れ様でした。1年間お疲れ様です。あいつちょっとまた2年連続契約満了ということで。はい、もう慣れました。まあ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 、でもどんな感じだったの最後とか。何これ予想してた？予想してました。ああ、そう。だろうなと思った。夏過ぎぐらいの順位とか、チームの状況とか、自分の使われ方とかで、まあ、そういう風になるやろなっていうのと、うん。でもまあ、その、同級生多かったし、こう、メンタル的にはブレることなく、なんか、覚悟した上で、しっかり取り組めた1年かなっていうのはあります。でめっちゃいい選手いたんで、まあその楽しかったのは楽しかったです。まあでも35の年までできるっていう人はなかなかいないじゃないですか。まあ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 、そうだね。そう考えたら、まあ岐阜にもこうトライアウトから取ってもらったんで。ああそうか。そうだから全然そのまあ、悔しさっていうか、その、残りたかったなっていうのはありますけど、感謝してますし、うん、もちろんな。本当にどっちかって言ったら申し訳ないっていうか、うん。何かしら結果出せずに申し訳なかったなっていう方がだいぶでっかいですね。まあ、そうだよな。年取ってくるとそうなるよな、はい。そうなんですよね。なんか、意外とこういう感情になるもんなんやなっていうふうに。なんか、自分でもびっくりというか、開幕前にちょっとやってさ、この、はい、なんだっけ、インスタライブと YouTube やってさ、はい。で、なんかスタメンじゃないかもみたいな感じだったじゃん。はい。あの時何？もうスタメンだったの？本当は。いや、スタメンじゃなくて、うん。あれなんでやったっけな。3番目やで、みたいなこと言ってた。そうなんですけど、最後の練習試合かなんかで、うん。
その出てるやつが怪我したんですよ。ああ、そうなんだ。たまたま。で、出て、でも次の試合では治ったからそいつが出てっていう感じで。うん、ああ、そういう感じね。そう、でも、その藤谷っていう、選手なんですけど、うん。ポテンシャルめちゃくちゃ高いなと思ってて。あ、だからまあ、そりゃ、どっちまず出すかって言ったら、まあ、藤谷の方出すやろなっていう感じでした。ほんまに足めっちゃ速いし、背も高いし。めちゃくちゃいい選手です。え、スリーバック、フォーバック。スリーバックもやってたし、フォーバックもやってました。スリーバックの時に勝ってたし、負け始めたっていう感じなんで、で最後フォーバックになって、で一試合してたんですけど、こう最後やられるみたいな試合が続いてたっていう感じ。え、なんだろう、どっちの方がチーム的には良かったの？自分でよ、自分で判断で。あ、僕はやっぱ4バックの方が、いい、やりやすいなっていうのはありました。基本なんかずっとセンターバックやり始めてから、うん、4バックが多かったんで、讃岐にしかり、うん、北九州もなんで、うん、だから3バックのその3の両方どっちかの右か左やるってなると、うん、なんかこうプレスかけるときにうん、前から行くってなったら、ワイドがこう出て、ちょっとサイドバックっぽくなるじゃないですか。うん、ワイドが出て。5枚になってて、うんうんうん、こっちがグッて上がったら、こう4枚に後ろがなって、うん、で、センターバックやけど、サイドバックで、サイドバックの位置にこう行くみたいなのもあって、うんうん、まあそこの運動量とかスピードも必要やったし、って考えると、フォーバックで、まあ、どっしりじゃないけど、まあ、スライドを早めにして、自分がなんかこう、相手と駆け引きしながらできる、フォーバックでセンターバックやる方が、自分に合ってたかなって思う、うん。後ろから見てて攻撃は ?3 バックの方が攻撃しやすそうだなとか、4バックの方がしやすそうだなとかさ。まあ、相手によるか。4とか、まあ、相手にも言いますけど、4とか、スリーとかっていうよりは、柏木陽介出てて、庄司がいて、庄司って10番のやつがいて、で、もう一人、ってなると、あ、その二人が揃うと、やっぱり時間できるんで、めっちゃ。中盤で。やっぱり、キーさんがさっき言った、こう、ゆっくりするっていうことができるから、あの二人は。そうなると、試合展開的には良くて、で、最後、こう結構押し込んだ中で、試合ができて、セカンド取って、みたいな、回収して、もう一回攻めるみたいなのが結構できてた試合が多かったかなって感じですね。まあ、あれか、システムより人ってことか。そうですね。で、ワイドに結構若くて、めちゃくちゃ足速いやつがいたんで、そういうのを使うためにも、やっぱり、こう、切り替えが多いゲームっていうよりか、やっぱどっかでゆっくりしてる中で、そいつにいい状態で出して仕掛けさすって、うん、両ワイドすっごいいい若手いるんですよ。左も右も、めちゃくちゃドリブルして、でもそれで勝てねえんだもんな。そうっす、なかなかやっぱね、まあ、自分が守備の選手やったからあれなんですけど、やっぱ失点が多かったっす。ああ、そう、なんかデータ会社と提携してるみたいで、CGU がそれを見ると、やっぱ、うん、危ないって時に決められる確率がめちゃくちゃ高かったっていう。昇格するチームとかってやっぱ危ないと思ってもどっかで防いだり、キーパーがビッグセーブしたりとか、こう危ない試合しながらも勝っていくみたいなのがあると思うんですけど、なんか結構あっさり失点しちゃってたイメージあります。きっちり決められちゃってたんだ。そうです、自分もしっかりもうちょっと寄せれたんじゃうかとか、なんかそういうのが、なんかうまくいかなかったというか、勝てるチームになっていかへんかった原因かなっていうのがあります。ね、乗れなかったっていうのが感じか、1年間通して。そうですね、はい、はい。1年間通してです、ほんまに。そうだね。めちゃくちゃいい試合もするし、めちゃくちゃいい試合やけど負けるし、全然あかん試合でもなんか勝つし、みたいな、なんか。波があるというか、
自分たちもよく分かってなかった。何なんだろうね。そういう時あるよな。難しいよね。難しい。でもやっぱサッカーおもろいなと思いました。そう負けて悔しいなとか 思いながらも、これってどうやったら解決できんやろうとか、いろんなこと考えながら。いいな、刺激あって。いや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 、もうだから刺激刺激、この刺激いります、この刺激。今1年チームがあった上での刺激はいいですけど、今の無職の刺激いらない満了の俺はほんまにいらんと。他はいいよ、すぐ拾ってくれる刺激で。だって俺その勝負ごとの刺激だと思ってんのに。いやいや、僕も思いましたけど、自分をこう改めて栃木のホテルで一人、考えたらこの刺激いらんなぁ思いながら。それも刺激あるなぁ。